準備整いました。私は一人きり、あなたと繋いでて見つめるけど、季節は巡り違う誰かと手をつなぎ、次の春を歩くのかな。永遠はないと知りながら、人は何度でも恋をするの。思い出を強さに変えて、それでも抱きしめてくれた。好きなところは今でもたくさんあるよ。この気持ち守りたくて二人で選んださよ。私は一人きり、あなたの呼ぶ声を探すけれど、季節は巡り違う呼び方に振り向き、笑う私になるのかな。誰といても人は一人だと嘆きながらも恋をするの。優しさに触れていたくて、花散らしの雨が通り過ぎた後の清々しさは少し悲しい。私を強くしてくれた、本当にありがとう。出会いを運命というのなら、別れは必然と言えるでしょう。だから前へ進むよ。私は恋をする。
はーい、はい、はい、はい、クラブパルヘジア、イエーイ、どうもどうもどうも、始まる前言ったでしょここに100人ぐらいいる感じでね、盛り上げなさいよなんか、ね、はい、はい、というわけで、はい、この番組は毎週多彩なアーティストをゲストにお迎えして、普段のライブでは見れない本音トークやその魅力をお届けする番組です。素敵な歌はもちろん楽しいコーナーをご用意しておりますので、お時間の許す限りゆっくりしていってくださいきっとね、この拍手もね、こう入ってますからね、すごい入ってますよ、よろしくお願いしますねというわけで、1月から3月、第3週火曜、MC担当しております、ぷーかの土田さとこです。こんばんは そして、はい、私がぷーかのピアノとボーカルとお祭りを担当しております、川北愛子です。特別緊急、特番になっております。え、そうなんですか。そうなんですよ、緊急特番なの特番今日あ、そうなの。川北愛子、はい、結婚おめでとう。私たち言っていいの今ね、紹介もさらけないからいつ喋っていいのか誰か分からない今日はね、あの好きどうしたらいいの、レポーターみたいな、リポーターかリポーターリポーター、ね、リポーターみたいな感じでね、ほうほう、じゃんじゃん聞いていただきたいと思います、うん、え、そんなことあり、というわけで、紹介ね喋れなかったよねリポーターさん、本日のリポーターさんを紹介して怒られちゃう、怒られちゃう怒られちゃうかな、うん、じゃあまず、しっかり紹介しますか、うん、いいよいいよ、リポーターでいいよ、リポーターだ、うん、リポーターでいいよ、紹介、竹原あさみちゃん、竹原あさみです。モカさん、顔ちっちゃい、顔ちっちゃいね、かわいいねこっち美女で紹介して、私は何、私は何、高めや格差があったね、巻き込まれた感がありますけれども、うん、あのですね、うちの相方さん、ついこの間2月の14日におめでとう、やだなんか申し訳ない、申し訳ない、本当にありがとうありがとうありがとう、もうみんなありがとう、本当にもう幸せで申し訳ない、ありがとうというわけでね、はい、なんじゃ何でも聞いてみたいなんで、本当、え、そうなの、はい、私さ、はい、そういうの何にも言ってない、はい、何にも言ってない、はい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 、え、生きてる人なの当たり前やこんあのねマジで、あ、そう、実在するよ、二次元じゃありません、二次元の妄想でも何でもございません、これね、皆さんに言いたい、これあのね、ちゃんと写真も載っけて私発表してますから見といて、後でちゃんと二次元じゃない、三次元、ちゃん、あの三次元じゃないなちゃんと立体ですよ、生きてますよはい、そうですよ、合成やろまあそれを疑われるとね、今の時代ちょっと何でもできるちょっと待って、写ってる顔も違かったもんね、あ、そうあの加工されて、加工されてるからね誰っていうね、そうそう、美肌アプリでね二人ともちょっと若くやってますね、はい、で、まあどんな方なのかなっていうことも、うん、はい、発表していいの、いや、いいですよ、別にいいんじゃないかな、あの、私も今、いきなり、本当に今、いきなりですよ、サプライズなんですよ、これ、うん、サプライズなんじゃん、本当にガチでサプライズなんで、うん、うん、あの、リアルガチですよだから、ちょっと私もどうしようかなと思ってるんですけど、うん、まあ、私は何でもお答えしますけれども、うん、多分、相手も大丈夫だと思います、うん、こういう感じなんで、うん、年上あ、年上だけどね、さとちゃんと同い年です、そう、うん、あの、3個上です、3個上、へ、いいね、うん、
うん、何してる人なの普通の、普通のトーンになっちゃってるよ、ね、もっと、もっとなんかこうフラッシュとかないよね、フラッシュとかフラッシュとか耐えていいよ、今日、今フラッシュ点滅に、うん、眩しい眩しい眩しい、あの視聴者が眩しいというより自分がこっちが眩しいね。そう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 。やだ。フラッシュがフラッシュの点滅にお気をつけくださいということで、うん、そう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 、全く点滅してないですけれども、はい、まあそんなわけでね、はい、幸せなバレンタインだったということで、まあそうなんですよね。うん、まあ、ありがとうございます。そんなことはじゃあそのぐらいにしておきますか。そうだね。まあそんなことじゃないけどね。馴れ初めとか聞かないんだ。馴れ初めとか聞きたいって言ってる。馴れ初めか、うん、何年付き合ったの。なんで何年何 何年はね、そんなに付き合ってないです。1年も付き合ってないですね。じゃあ騙されてんじゃん、って思うよね。それはね、だから否めない感じだよね。でも、あれなんですよ、知り合ったのは5年ぐらい前なので。テレクラ、バカ野郎。今お客さんからテレクラってきたんですけど、テレクラっていう時代でもないし。うん、ちゃんあの音楽をやってる人なので。あ、そうなの。そうそうそう、音楽やってる人なので、音楽の何何あ、歌とギターですね。で、向こうもあのユニットをやっていて、でなんか向こうがその震災のね、復興支援をすごいずっとやっていて、あの雄勝町というところがあるんですよ、石巻に。で、そこに本当直接行って、で、まあ、実際に本当に活動したりとか、その一環で昔から知ってたんですよ、佐藤ちゃんが。相方がずっと知り合いでね、うん、音楽仲間で知り合いで。そうそう。じゃあそれは、うん、復興の一環の復興の一環。そういうこと。震災、震災。これが顔面震災でした。ちょっと怒られちゃうよ。違うよ、波来てない。違うよ、何も言ってないよ。何何何、私こうやってやっただけだよ。こうこうこう、ね、なんか顔面やられたから。誰も言ってない。誰も何も言ってない。あ、まあ、日本のためにね、あの日本に明るいニュースを届けるという意味でね。素晴らしいよ、うんうんうん、まあ、いろんな、ね、事件とかいろいろありますからね、不倫とかね、最近ね。気をつけろよ。うん、気をつける。不倫じゃないですね。大丈夫です、大丈夫。不倫はしたことない。あ、なんか別に全然関係ない質問です。不倫はしたことないです、したことないです。そうそうそう、でもミステリアスを演じるためにそれは秘密っていうとこかな。あれですね、どの顔がミステリアスって言ってるの。この辺がミステリアスでしょ。本当にもう、はい、そんな、ね、そんなハッピーハッピー、そうですね、ハッピーハッピーだね、はい、いろいろなんか質問大丈夫でした？質問大丈夫、まあ、こちらの2人はあんまり興味なさそうなんで。そんなことない。いいと思いますよ。ほら、ゲストですからね。幸せをね、振り舞って今日は行きたいと思います。そうですね。うん、まあ、ピンクでしょ、オーラがね。お祝いのコメントなどお待ちしております。はーい。よろしくお願いします。Twitter や YouTube のアカウントなんかでコメントいただければなと思います。うん、でね、しっかりここからゲストの紹介していきたいと思います。よ、さっき名前だけだったから。しよ。で、はい、徳島出身、関東を中心に活動中のシンガーソングライター、竹村あさみちゃん。どうも、竹村あさみです。そして、そして、あ、どちらが初登場ですね、千葉県木更津市出身、都内川崎を中心に活動中のピアノ弾き語りシンガーソングライター、モカさん。はい、お願いします。今日はこのお二人です。が、自己紹介、うん、自己紹介せっかく書いたんで。あ、そうだね、うん、はい。はい、何か歌ってた最後。いいよ、いいよ、ポンって。映ってるよ、バッチリ映ってるよ。顔が映ってないね。顔が映らない方が綺麗に見えるだよ。それある、それある。なんか自己紹介的なのある？この竹村あさみですみたいな。武士の部に村と書いて竹村で、麻婆豆腐の前にミノルの実と書いてあさみです。おお。早口すぎてちょっと分かんなかったけどね。で、あ、でも大丈夫、あの見てる人はこれがね、うん、
麻婆豆腐、麻婆、あ、こうか。麻婆豆腐に、麻婆豆腐の実って感じでね。いや、美しくないんだよ。うん、なるほどね。だからか。同じ匂いがする。バカ野郎。バカ野郎だよ。バカ野郎。かわいいね、はい、ピアノ弾き語りシンガーソングライターモカです。わー、似合うね、かわいい。もう顔がちっちゃいのすごい。もう私一口でいけそうだよ。もうパクって食べないで、うん、なんかもう見て、聞いた聞いた聞こえた、うん、食べないでって。なんかかわいい。もう死んじゃうかもしれない。かわいい。してますけれども、はい、なんかね、呼び名とかをね決めましょうっていう、うん、あ、近くなるためにね、うん、そうそう、仲良くなるために、うん、あ、これ以上いいよ。いなんでやねん。なんで呼ばれてる。あのね、私は一応さとちゃん、さとちゃんなのね、さとちゃんって呼んでください。さとちゃん、はい、さとちゃん。そしてあっちは姫、うん、姫、姫です。失笑みたいになってます。ね、あのね、本当リアルガチで、リアルガチで、さとちゃんが呼ぶんですよ。そう言って昔からね、風花結成する前から呼ぶんですよ。なんでかわかんないけど、お姫様に見えたのかな。だから呼んでない、呼んでない。ほら、ぶつぶつ言わない、そこ。姫ってことになるんだから、これで。あ、皆さんもね、呼んでいいよ。あの画面の皆さんもね、呼んでいい。画面の向こうの皆さんもね、呼んでいいですよ。はい、姫と申します。姫、はい、ありがとう。そんな感じで、あの、なんていうの、ニックネームみたいなものだったら、うん、それで呼び合いたいなと思って、うん、で、アサミンでいい、私。アサミン、ちょっと、ここ、何ピクミンみたいかわいい、かわいい、アサミン、ピクミンみたいな顔して何言ってかわいいじゃん、ピクミンだって。アサミンね、アサミン、うん、今日はピンクで可愛いし ね、うん、全身ピンクじゃん。姫に合わせてきたんだよ。あ、そうね、いつもなんか頭にかぶってるからさ。うん、そうそうそう、私はこれね、うん、今日もかぶってます、うん、合わせてきた、ありがとう。みんなかぶってる。そう、さっきかぶったの、さっきかぶることに決めたの、うん、いいんだよ、かぶんない方が。今度ね、全員かぶってるから目立つ、目立つ。そっか、うん、逆に目立つ。うん、モカちゃんは、うん、なんて呼ばれてます。私、モカちゃんが多いんですけど、うん、じゃあ今日はモカタンにします。わー、かわいい。もう子犬のようなかわいさ、子犬のようなかわいさになるから、ほんとにな、どうしよう。アサミン、モカタン、モカタンだって、かわいすぎて、どうしよう。モカタン、ありがとう。いいね、呼びたくなるね。じゃあ今日限定でみんなも呼んでもいいよってことでいいですかね。ね、モカタンと一緒にやっていきたいと思います。なんかいいな、うん、うん、つけたくなるね。さとちゃん、あ、あれ、どうしよう。あさみ、あさみ、モカタン、姫、姫、ピクミンでいいやん。何にもかぶってないじゃん、もう。何にもかぶってないよ。運がついてる。あ、じゃあ私あれ、ヒメロン、ヒメロン、ヒメロン。え、あわよ。メロンみたい、メロンの、メロン、そう、メロンの高級感出してみたらダメかな。ダメだったか。ダメでした。ということで、はい、ね、こう自己紹介代わりに1曲ずつまず歌ってもらいたいなと思いますけど、はい、どうですか。じゃあ、あさみんから。はい。あさみんからいきたいと思います。あれ、間違った？うん、そのまま私はあっち行ったよ。うん、アサミン、うん、分かった、こちらへ。はい、任せて。一曲ね、一曲だけ、うん、まず一曲。ね、2曲目ね、入ったらね、自動的にピッて消されるから。そうそうそう、電源落とされちゃう。うん、そうそう、ね、久しぶりの、そう、そう、アサミンとはね、結構前、アサミンとはね、結構前に知り合っていて、うん、なんかね、ことあるごとにどっかしらでね、遭遇する。偶然会うね。そう、偶然会う率一番高いミュージシャンですね。そうそう、会ってしまうんだよね。そんなね、嫌なんかい。アサミンこと、うん、竹村アサミさんに一曲歌ってもらいたいと思います。はい、どうぞ。
では皆さんの心がポカポカになりますように、二人のリズム聞いてください。冷たい風が髪を揺らせば、あなたの腕にしがみついて、寒いねって言いながら二人で目を細め笑うんだ。分厚いダウン越しの温度、あたしのためのような適温、指先がじわりと溶けて腹のてっぺん赤く染まる。目に見えるすべてがキラキラ愛おしい。雪が積もれば消えない二人の足跡を残すね。あなたが笑ってくれるから、突き刺す冬風も優しくなる。あなたのぬくもりにもたれて、このまま歩いていたい。あなたが笑ってくれるから、つまらない冗談も魔法になる。あたしが掴んだ服のシワがこのまま消えないくらい、このまま握っていたいな。二人の好きな音楽かけて楽しそうに口ずさんでる。そんなあなたが可愛いな、いたら照れて黙っちゃうかな。耳を伝う声がキラキラ響いてる。静かに舞う雪があなた以外の音を隠し、私を夢中にさせる。あなたが笑ってくれるから、冷たい足先も踊り出す。あなたの歌うリズムに乗せて、このまま漂っていたい。あなたが笑ってくれるから、いつもは照れちゃうラブソングも、こてりな言葉に酔いしれる。そのまま抱きしめてみて、ぎゅっと離れないように。愛しさに逆らってぶつかってしまう日もあるけど、色とりどりのストーリー、あなたとどこまでも描いてゆくの。あなたが笑ってくれるから、熱くなる瞳の奥が滲む。あなたの優しさにもたれて、このまま一緒にいたい。あなたが笑ってくれるから、いつもは照れちゃう決め台詞も、あたしの胸を強く掴むの。そのまま抱きしめてみて、ぎゅっとぎゅっと離れないように。ありがとうございます。ありがとうございます。いいね。春風のようなね、春一番吹いたしね。よいしょ。いいじゃない。、うん、服と合ってた。服と素敵な歌声。いやいや、疲れてる。疲れた。疲れたわ。あれ、終わった後も爽やかじゃないですね。
準備いいですか。モカタンも、はい、モカタンも、ね、モカタンモカタンモカタン、はい、ちょっとその間にね、はいはい、いろいろ、テーマの紹介なんか、うん、いろいろ しようかなと思います。しようしよう、うん、今週の番組テーマは、うん、ウェディングソングといえば、ウェディングソング私に向けてだよね、じゃあ、うん、そうだね、そうだね、うん、ウェディングソング自分もあるもんね。あ、そうそうそう、うん、私も作ったんですよ、うんうん、本当に自分にじゃないよもう全然本当にずっと前、うん、それこそ相方がねこういうおめでたいことがあった時にですね、それをきっかけに、うん、作ったウェディングソングがあります、ね、アルバムに入ってるよっていうね。うこんなアルバムに入ってますね。そうそうそう、偉い偉い偉いリンゲっていうね、そんな結婚式や披露宴のおお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 おいいね、ライブライブ結婚式や披露宴での思い出の曲や、うん、こんな歌を聴きたい歌いたいなど、うん、ぜひ、エピソードを添えてソーシャルストリームタイムラインの方へ書き込みをお待ちしております。で、はい、皆さんも書き込みしてください。そうですよね、ぜひ、うん、で、うん、そして番組のね最後にプレゼントっていうのがあるわけで、わお、いろいろねこちらですよ。はいはい、どうぞ。で、うん、毎度おなじみ、うん、パルヘジアステッカー、パルヘジアステッカー、そしてトゥルーカラーズアルバムボリューム2オリジナルステッカーと2016年カレンダー、お、カレンダーもあります。小川恵里さんのバンドソームニカのオリジナル缶バッジ、あ、これですね、今井里穂さんのオリジナル写真、おわあ、すごい、これは売れるわな、ね、はいはい、本当だね、うん、宮崎愛理さん&エルジーの、うん、2月6日のチャイナスクエアライブ限定のカード、すごいよ、はい、宮武愛理さんオリジナル DI ステッカー、うん、いいね、うん、歌芸さん提供インチキマンションのお笑い CD、はい、そしてですね番組コーナーで使用したスケッチブック用紙とか、うん、番組終了後の集合写真にサインを入れてプレゼントします。わー、盛りだくさん、はい、応募方法は、はい、番組スタッフが応募用ハッシュタグをツイートします。うんうん、いつかのタイミングでね、うん、どっかでねどっかのタイミングで、うん、それをリツイートするか、うん、そのハッシュタグをつけて、うん、コメントしていただくことで、うん、応募となります。まあ簡単、はい、ツイッター連携してコメントしてくださいっていうことですね、うん、はい、はい、そんな感じですね。で、これね、すごいコメント、え、なになにくれてるんだよ、コメントをね。あ、ほんと？おめでとうって。やだ、ありがとう、もうほんと私事ですみませんね、ほんとにおめでとう、おめでとう、うん、やだ、ヤフーニュース載っちゃうんじゃない、こんなにいっぱい書いたらさみんなね、おめでとう、おめでとうがこう、おめでとうがこう、ワードで出てくるから、急上昇ワードで出てくるからプーカの川北愛子さんおめでとうに しておくんなまし、ほんとに送り直し、うん、送んなまし、送んなましが送り直したと、うんはい、はい、準備の方は揃ってるみたいなので、はい、うん、モカタンのライブです。ではファーストシングルのありがとうの思い聞いてください。口ずさむ静かな公園で同じ夢描きながらいつも一緒に歩んできた。そんなあなたに何の恋をしたかな。強く思えば思うほどに隠してしまう過去の傷跡、自分が嫌になった
嘘ついたのに、どうして私をかばってくれるの、もう戻れないのに。久しぶりに会ったのに、冷たい態度を取ってしまった。あなたの優しい笑顔、心が辛く痛くなるよ。気づいてたよね、私の迷い、あなた何でも知ってるから。こんな私を一つも責めずに、見つめ続けてくれたあなたに、何かしてあげられたかな。いつも頼ってばかりいた私、ありがとうって最後一言でも言えればよかったのに。したかな、いろんな思いがよみがえる。あの時一緒に歌った歌がこんなに切なく感じるのをして、私を愛してくれるの、いい子ぶりたくて嘘ついたのに、どうして私をかばってくれるの、もう戻れないのに。どうもありがとうございます。いやー、見た目通りの爽やかで可愛い歌だね。いいよいいよ。はい、モカタンでした。いやね、ピアノの音色もね、すごく声に合ってて素敵。ありがとうございます。格差は感じるわ。そんなことない。そんなことないよ。そんなことないよね、もう。なんでやねん。はい、はい、わけで。そんなわけで、うん、私たちのね、持ち込み企画みたいなのがありまして、うん、それにみんなで挑戦してもらいたいなと思うんですけど。あ、そうなんだ。それ最初、うん、そうそう、何すんの、喋りすぎたから何すんの、行こうかなと思って。うん、OKOK。 で、何しようわけで、姫に準備してもらうんですけれども。準備するけど、ちょっと届く。かわいいな。しかもさ、私、箸さっきも聞いちゃって、箸3本もらっていいですか。本当だ、落としてる。というわけでですね、爪楊枝でいい。爪楊枝さ、超難しい。超難しい。でもこれ使うわけじゃないからいいか。うん、これで食べるわけじゃないからいいか。最終的に食べる。あ、すいません。最終的に食べるんでしょ。うん、
もったいないよ、うん、食べていいよ。スタッフでみんなで美味しく召し上がり、あ、食べましたって書かなきゃいけない。はい、というわけで何をするかと言いますと、はい、いきますよ。あ、いいの？これ映ってる？どこ映ってる？どこで映ってるの？どこで映ってるの？あ、あれ？オッケー、行くよ。パーン。本物のお雛様は誰？ひなあられつまみパイカツ。拍手。先月もつまみ対決だったんです。先月はですね、豆まきで。豆をつまんで、そう、大豆をね、うん、そうなんですよ、勝負したんですけれども、うん、今回は、また同じようなね、そう勝負ってことね、うん、同じような勝負ってことです。これが意外に盛り上がるんだからこれが意外に前回すごい時間あったんだけど、あれ今回どうする？時間ないから、愛子さんがキスをするから、そう、うわー、そうなん、やだ、ちょっと嫌な顔してるよ、これ、もうすでに。もうかったん、変な顔してる。やだ。愛子ちゃんからの、うん、これ罰ゲーム。いや、罰ゲームとかじゃないわ。罰ゲームとか言うのやめろや。いや、絶対負けた。ビリになった人には、愛子ちゃんからの、恐怖の中。いや、どこに？どこ？それは選べる。選べる？だから唇がいいか、ほっぺがいいかは選べる。ゾワッとしないでよもう。というわけでね、まあまあそんなね、何何？だからそれはまだちょっと深夜じゃないからやめよう、そういうの。深夜のパルヘジャーでやろう。じゃあ。これをね、準備をしたらね、はい、じゃあ、見えるの？これやってルールは単純、そう、うん、見えるように映してもらおう、うん、これ、大きいのもちっちゃいのもあるんだ、だから、なんかもういっぱい入れて、今回はね、30秒だったかな、そう、30秒移動するということでね、うん、これね、だから大きいの移動させてもいいけど、うんうん、ちっちゃいの数やった方がいいのかな、そうだ、ね、かもしれない、わかんない、ちっちゃいのと大きいので、でも意外に大きいのもつかみにくいかもしれないからね、そうだね、うん、あ、これはやってみないとわかんない、うん、こんなもん入れすぎ、ね、じゃあ、お皿が、うん、食べたいな、お腹すぎて、もう食べていいんじゃない、だからこれはだから終わったら食べれるから、まあ待ちなさい、うん、じゃあこれね、さとちゃんとね、もう終了や、これは私にチューをさせない気ですね、この番組はいけない番組だね、あ、お皿もう一枚もカメラに向かっちゃう、あれだよね、足の甲にキスさせたいやんね、え、それでもいいよ、いいならね、アサミンがいいならね、いいや、私タイツやし、うん、タイツも脱いでもらいます。そこは面倒くせえよ。その時点でもう罰ゲームだわ。はい、はい、じゃあこれ、あの、掴みやすいようにね、皆さん、準備していただいて、これね、お箸持って大丈夫ですよ。もう、はい、はい。ピクミンやらないの？ピクミン罰だもの。そうだ、ピクミンだった。ピクミンじゃないよ、もう姫。ピクミンは鬼だから。え？じゃあ、うん、鬼？先月ね、先月鬼だった、先月鬼、引き続き鬼、そうだ、鬼言うので言うとね、じゃあ今日お代理様だね、うん、あ、そうだからね、鬼ごっこで言う鬼よ、うん、だからね、私が邪魔するっていうね、邪魔すんの、邪魔すんの、邪魔すんなら帰って、声どうも言ってね、よい、え、マジ邪魔すんな、行くよ、やだ、30秒大丈夫ですか、大丈夫です、はい、行きますよ、皆さん集中して、はい、よーい、ドン、あ、いや、これ難しいわ、サブイ、それは思いっきり邪魔しすぎちゃう、めっちゃ邪魔しすぎちゃう、ちょっと、うるさい、おい、あいこ、こっち来いや、ちょっと投げわ、それ投げわそれ投げわ、あ、ちょっとちゃんとピンで止めて、もうもうちょっと、え、罰ゲーム食らったよ、結構いけんじゃない、ほんと
結構いけてるよみんな。あ、素晴らしいですね。あ、皆さん怒ってるのがつけぶで。なんでやねん。なんでよ。可愛い色に。なんか罰ゲームじゃないんだって、うん、ご褒美なんだから。やめてよもう誤解しちゃうじゃんみんなが。はい、じゃあ数えてみましょうね。うん、だって数えの。え、だから一って。戻せば手で、うん。またつまむの。手でもいいよ。え、どっちでもいいよ。あ、じゃあ、1で食べる。で、食べ、こっちで。これ食べすぎじゃん。これ。腹膨れるわ。もう、吐いちゃう。吐いちゃう。もう。もう、なっちゃうよ。やめてよ。どうやってやったんだっけ、この間。戻したんだね。戻そう。普通にね。じゃあ、数えて。はい。じゃあ、いきますよ。1。2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、何聞くの？あのね、唇とほっぺどっちがいいって言ったんだけど、ほっぺって言われちゃった。え、どっちも嫌。え、むしろ唇でもいいんだ。絶対風移るよ。え？風移すよ。いいよ、アサミーノなら。大丈夫ね。あのね、私ね、あのね、本当にね、バカなんじゃないかっていうぐらい体強いから大丈夫。本当にお腹壊したことないから、まあ、つべこば言わずさ、やろ、やろ、やろ、私のファーストキスが。嘘つけよお前よ。マジで。はい、じゃあいいよ、座ったままでも。じゃあ帽子でいいよ。はい、帽子に注意して。いや、横からこっちでいい？こっちがいい？もう、ほっぺて決まってんねん。オッケー、え、頑張っ、バケ野郎。耳は弱いんだ。大人なやつ出た。はい、行きますよ。こっちでいい？はい、行きますよ、皆さん、シャッターチャンス。行きます。おめえ、投げんわ。しかも、髪の毛にちょっと隠されてたから、もう一回して。いやだ。私の手めっちゃ冷たいやろ。本当に嫌だったの。やめろって。深夜な。はい、というわけでね。はい。大いに盛り上がりました。全然やね。何？どうする？あとは？あれ？今回1回で終わる。1回で終わり？あ、でもいいよ。もういい。違うの。え、今度はさとちゃんからのご褒美のチューです。あ、そうやってやろう。全然負けるよ。え、やる時間がありますね。誰ですか。ご褒美欲しい。私絶対さとちゃんのチュー欲しいんだ。じゃあ負けたらいいの？負けたらいいの？じゃあ勝ったらにしたらいいんじゃない？じゃあ頑張んなきゃいけないから。頑張んなきゃいけないって言っても、そっか、なんか不思議なことになるね。うん、
罰ゲームよし、罰ゲーム。でもサルちゃんのやつは罰ゲームってことにしたくないだよね。2粒でいいよ、2粒でいいよ、ね、そうそうそう、頑張ろう、頑張ろう。ご褒美をかけてね。ご褒美、ご褒美ということでね、サル、うん、ちゃん、超いい匂いするから、はい。それでは行きたいと思います。第2回戦な、よーい、スタート。あ、ダメだ。あ、ちょっと待って。ちょっと待って、私にチューしたいの。ねえねえ、あれちょっと、もうちょっと私に対してさ、ちょっとさ、みんな格差ありすぎちゃう。私の周りだけめっちゃひな並びが変わってきて。もしもしじゃねえわ。もしもし、はい、もしもし、あいこでーす、あいこでーす。やめろや。じゃあ、違うよ、さとちゃんが今、ほらさとちゃんの段階よ、これこれ、これさとちゃんの段階よ。落としたら、しかも落とす、絶対落とすなよってさ、っ言われちゃったんだ。でも、もかたんだったら大丈夫だと思う。これ私、私、ほとんど私。バフンバフンされたから。嘘。じゃあこれもあさみ。うん、これあさみ食べんの、これ、うん、これ罰ゲーム、うん、じゃあ、こちらでいきたいと思います。私、絶対食べやん。ビリの人、ビリの人、うん、ビリの人、一番の人、一番の人、うん、いきまーす。邪魔が激しすぎ。全員押そうと思ったら、うん、アサミンが真ん中だったから結構バフンバフン来たからね。バフンバフンだよ。そうここほとんどバフンバフンなってるから、ね、これすごい。あ、やばい、これ怒られるやつ。怒られちゃうよ、みんな踏まないようにね。私さっきから超踏んでる。今食べなきゃ食べなきゃ。こうやってやっとこう。罰ゲーム掃除。あ、確かに大丈夫大丈夫、掃除得意。うんね、そんなね、よかった。まあ、はい、こんな、うん、ゲームでした。うん、楽しかった。ありがとうございました。
ども、うん、なんかいろいろコメントが来てれば読んでみましょうか今、うん、あれこっちうまいこと動かないな、動かないね、もうね、こっちうまいこと動かない、動かなくなってます、うん、ウェディングソングはどこ行ったの。あ、ウェディングソングはね、もうね、だって6日前のお疲れ様でしたって一番上に来てるもん。そうだね、うん、まあじゃあいいか、はい、ウェディングソング、そうだね、ウェディングソング、思い出のウェディングソングなんかあったらこうかしら。思い出のなんてないか、何流してほしいな。ウェディング、ウェディングしてないもんね。ウェディングしてないからな。するの、するの。まあね、まあ、あれやろ、ちょっと先ですけど、引っこ抜かれてとか言ってるやろ。それな、それ流そう。絶対それ流すから声来てね、じゃあ。祝儀1000円ぐらいでよかったよね。少な。本当だよね。なんかウェディングソングを作ったりとか、うん、そういうことしたりしたこともある？あるある。うん、あるある。あ、あるんだね。うん、結構ね、シンガーソングライターの方みんなね、うん、なんか歌ってって言われるじゃないですか。言われる、言われる、ね、結婚式はすごく言われるんですよ、うんうん、なのでみんなね結構それでなんか持ってる人すごい多いですよね。各一曲ぐらい、うん、だいたい歌ってって言われる時、うん、いつもメイン料理が来る時に歌わされない、うん、そう、そう、言われる。最後のお肉を食べたいのに、うん、来た瞬間歌わされて、うん、もう冷めたお肉を食べるってことが多かった。あ、うん、私昔その歌ってくれって言われた時は、あのそのたなんつうの、歌う直前まで食べないタイプだったので、ね、うん、食べたらもう全く声が出なくなっちゃうタイプだったから、うん、あの食べれなかったの、1回目行った時は。だからあのもうそれこそお肉ぐらいまで私のところだけすんごい来てるわけよ。食べないのとか言われて、いや食べたいんだけどちょっとこれから歌がみたいな。で歌い終わったらさ、みんなデザートが回ってるわけじゃない。でももうほぼ食べれないですよね。そうだよね。そう、でもほぼ食べれないよね。わかるわかる。私食べる。ね、まあ食べそうだけどね。食べる食べる、うん。最近はもう飲むようにもなった。ああ、うん、いやでもね最近はできるようになった。うん。何、なんで笑ったの今。え、何も笑ってないよ。え、本当？なんか吹き出したからどう思う？面白いなと思って。この辺がね。あ、ありがとうありがとう。すごい破壊力だね。何何？あ、顔面が？違う違う違う。何も言ってない。あ、本当？うん。オッケーオッケー。ね、そうなんだね、うん。自分の曲以外でじゃあなんかさ、ウェディングソングといえばこれみたいなのあります？なんか。一回友達の結婚式で、うん、やっぱ王道ってすごいなって思ったのが、うん、タイタニックのテーマだっけ、うん、あのテーマソング流れた瞬間に、あーわーと思った。すごい真面目なこと言って今。あいやでもね、あのそれあるよね、ね、あのなんだろう、いいところでサザンとかが流れてくるとさ、あ、いいね、やっぱりこの曲っていい曲なんだなって感じるよね。あやこちゃん絶対あれでしょ、ん、絶対あれでしょ、Can you celebrate? 絶対もう私、安室ちゃん大ファンなので、いいね、世代だね。あれは絶対もう、入場するときに絶対使うよね。もう最近あんま聞かないかも、その曲。そうでしょ、まあ年代がバレちゃうけどね。そうそうそう、今はね、あれでしょ、カエラさんとかね、あー、バタフライ今日は。でももうそうじゃないんだな、今は。今何なの、変わってんだな。 Baby I love you のやつかな。そっちじゃない、あ、やっぱり。あとテイラー・スウィフトとかね。あれは、うん、家族に。あー、そうだね。あるある。それで私ね、普通にね、でも感動したの、あのあ、なんか普通にじっくり聞いてた、ね、結婚式の時に、あ、いい歌と思って、うんうん、あと意外にすごい使われてんなと思ったのが、うん、グリーン。あ、そうね、あつき多いね、すごい多い。まあ、出てきてるよ。ん、なになになに、花水とか光光栄って誰の曲。あ、あれだね、美和さんだね。あふれる想い、 あれってそういう系の曲なの。そうだ、そうじゃない、一応。どうなんだろうね、花水ね、なるほど。花水もそうなんだ。うん、なん、君と好きな人が100年続きますよ。あ、そっか、送るっていうか、あ、送るテーマね、なるほどね。自分が歌うとしたらってことですよね。うんうん、そうそうそう、皆さん隠してんじゃない、テントウムシのサンバとか本当は痛いんでしょ。本当は痛いんじゃない。そうだね、それあったね、うん、お嫁サンバね、うん、あとバ
漫才。うん。結婚式場でアルバイトしてたことがあって、そう、それ男の人がね、すごいかっこよく上手に歌うと、うん、すごい感動するっていうね。へいいね。そう。結婚式場でアルバイトとかいいな。ね、あでも私も、ね、いつもそのなんか参加すると結婚式場で働きたいなってすごい思っちゃう。うん、なんか何するの？普通何する？そうかそれプランナーでランナーやりたいと思って。プランナーするの？プランナーするの？プランニングする。うん、私がでもすごいカラフルでいいプランニングできそうだ。そうそうそう。カラフル関係ない。カラフルね。この辺がね。仕事ちゃんとするわ。だけど。あれその代わりこれすげえ取るね。私の結婚式じゃやってよ、やるとき。いいよ。ドレスすっげえさ、こんな辺手こりにしてさ。何何年後に大丈夫？私生きてるかな。そうね。お互い生きてるかな。そうね、もう腰が曲がったくらい。難しいな。目も見え、目が見えないうちに、ね。歯が飛んだって言って。もうほら年取るとね、ほらこう針に糸が通らなくなるから、うん、そんな前にねお願いしますよ。オッケー、うん、生きてるうちに頼む、はい、そんな感じの、そんな感じですね。理想のそういうさ結婚式みたいな、うん、なんだろうプロポーズとか、うん、そういうなんか理想とか理想、うん、理想は私バカがいいな。あオーソドックス ねオーソドックスでいい、うんうん、それは家、家レストランいいねいいねそういうのやりたい。そういうのやってもらいたい。あ、何だったの？プロポーズ実はないですね。どんなんだったの？だからほらないでしょ今。間に合ってないんですよ。いっぱい。あ、そうなの？いっぱい付いてるけど。これは違う。これは違う。これは全然自分で。そう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 。声も間に合ってないしね。うん、じゃあどういうプロポーズだったの？プロポーズっていうのはですね、でもずっと言われてたんですよ。付き合ってください。と共に結婚してくださいだったんで。へえ、変わった人もいるんだね。ほらほらいるよ、物好きもいるんだよ。そうそうそう、そういう感じだったね。ああね、お相手もお相手で年齢も年齢だったので、うん、いいね、そうそうそう、素敵だね。でもその人も若いじゃん。まあ若いは若いけどね。あ、まあここ同い年ですからね。うん、そうそうそう、そうですよ。私も幸せを開けてもらいたいわ。うん、あげるよ、チューしてあげようか、もう一回。これ以上の不幸が来ますよ。どうですか、こうやって結婚して、うん、何結婚してみて、うん、変わったこと、何か心境の変化とか。心境の変化はね、あの意外にないんだよね。なんか昔はなんかね、そういうのなんかしなきゃっていうのがすごい多いんだよね。あの結婚をしたらじゃあ奥さんみたいなことをすごいやらなきゃいけないみたいなさ、うん、すごいあったけど今別にやってないし。うん、なんかあんまり変わらない。あ、そっか、これ人妻なんや。ずっと一緒に住んでたの、うん、ね、いや住んでなくて、ね、今もまあ、あのこの間入籍と同時にこうちにって感じだったんだけど、まだあのお家は向こうも持っていて、うん、徐々にこう荷物をこう入れてる状態なんですけど。じゃあまだ一緒に住んでない。あ、住んでるんだけど、まあなんか、まあ、住んでますね今はね、うんうん、ゆっくり移動するって感じ。そうだね、ゆっくり移動、そう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 、ゆっくり移動してる感じですけどね。うん、結婚願望とかある？うん、したい。できるよ、すぐもう、ね、できるできる。これね、したいって言ったらね、もうあの5人ぐらいからもうここに来るよ、多分。そんなことないよ、うん、タイムラインに来るよ。あ、すごいよ、ハッシュタグが決まってますね、これ。うん、ハッシュタグが決まりましたね。何？ハッシュタグ、プレゼント用のハッシュタグは、すごい。すごい。川北愛子様、うん、ご成婚おめでとうございます。やだ、もうヤフーニュース載っちゃう。これを無駄につぶやいて、無駄につぶやいて、これ、うん、ありがとうございます。これをね、リツイートするか、うん、ハッシュタグこれつけて、うん、コメントしてもらえれば、うん、先ほどの
言ったプレゼントがドーンと1名様に当たる、うんうん、全部、そうなんだ、いいね、なってますので皆さんよろしくお願いします、うん、川北愛子様ご成婚おめでとうございます、はい、びっくりマークまでね、びっくりマークまで、うん、はい、皆さん絶対送ってください、はい、お願いします、ね、そんなこんなで、うん、まあもうちょっと時間あるけれども、うん、何かね結婚といえば、うんうん、結婚といえば、うん、あ、料理できんの、え、料理、うん、できないよできないっていうかね、あのね、さとちゃん知ってるけど、あのね、2年間ぐらい全く何もしない期間があったの、うん、あのそれはもういい、私も結婚するとかないから、絶対にないからいいやと思って、醤油さえ家になかったの。なかったね、うん、そう、賞味期限切れた醤油しかなかった、ね、そうあ、それもだから捨てて、臭いから、で、あ、本当に何もない状態でした。あの冷蔵庫もたまにアイスが入るぐらいで、アイスと水と、あと納豆、納豆ご飯を絶対食べてたから、納豆とぐらいしか入ってない時期があって、もうそこから以降はね、なんかもうあんまりなんか食べることにも興味がなくなり、作ることにも興味がなくなり、まあどうしましょうっていう感じ納豆とご飯ばっかり食べてたの？ん？納豆とご飯ばっかり食べてたの？そう、納豆と玄米ご飯をね食べて、あとね、でも唯一作ってたのは味噌汁、味噌汁だけはなんか飲みたくて、味噌だけは買ってあったので毎朝それを作って、朝ごはんだけちゃんとしてたんだけど、あとね何食べてたかほんと覚えてないもん外食？外食も外に食べに行くって感じじゃないし、肉じゃが、うん、肉じゃが結婚から離れてる、うん、肉じゃが、でも肉じゃがこの間作ったの、そしたらすごい美味しかった、すごい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 美味しかったの、なになに、すごい美味しかった、なになに、すごいのが流れてる、なになに、ここに出てくるかな、うん、出てこない、出てこない、なんかね、こっちはねちょっと読み込む、すごい、これは読んでほしいな、え、これ押したらなる、あの、もう一回読み込みします、あ、読み込むといいな、うん、え、何、これは読んでほしいな、何、何、すごいの来たって、あ、わー、ほらこういう人もいるんですよ、アイコロス、アイコロスじゃない、これ日本中の独身男子が泣いたまあわかる、でもごめんなさい、嬉し泣きちゃうかな、え、嬉し泣きやって、あ、俺のところに怖かったなるほど、怖かった、あ、そっちか、それ気づかなかったわ、うん、私ちょっとやっぱり生まれ、うん、生まれながらにして姫気質だからさなんかまた来たよ、なんかすごいもらってますね、全日本の離婚予定男子も泣いたそうだよね、私のためにだから私のために離婚しようと思ってくれた人が、違う、離婚しようと思ってたけど、うん、あ、違うな、難しいな、面白いことが浮かばんかった今、うん、そうだよ、そうだよ、まあ泣いたってことだね、みんなに、ね、ごめんね、みんな、よかったね、うん、愛子さん結婚したんですかっていうのも来てるけど遅い遅いわ遅いわ、なんか全然流れに乗れてないよ言ってたね、うん、そう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 、ね、いやまさか、私もでも全然願望なかったから、自分でもびっくり、あ、ある、あるある、あるんだ、ある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 んだ、ある、へえ、お料理もできて、お料理できない、うん、でも調味料はある、あ、ほんと醤油とか、醤油はちゃんと栓してるからね、うん、栓、いや栓してても栓してても調味期限割と早く切れるよあれ、うん、気をつけて気をつけて、ちゃんと作るとき作ってる、へえ、うん、でもあれなんですか、あのほら Facebook にも、うん、結構パンって発表したじゃないですか、うん、うんうんうん、見てなかった、もう最初からそういう感じだ、全然隠すとかって一切、うん、え、なんか隠す意味ないですよね隠す、隠してもねっていう、分かんない、ほらあのなんですか、もう悲しむ男性が大勢いるわけじゃないですか、まあでもほら
変な虫がつかないようにっていうか、うん、私ぐらいになるとやっぱりちょっと変な人も寄ってきちゃうかもしれないから、まあちゃんとあのしっかり発表した方がいいかな。ふっといてねえ、いいな、まあ、私もこんな風にやりたいな、ね、結婚してね、うん、言いたいよね、い変な虫がつかないようにとか言ってみたい、うん、言う言う、ね、すごい言う、はい、みんなね遅刻してくれる人ばっかり、いや本当に、うん、本当にありがとうございます、うん、向こうもねだからちょっと心配してたの、向こうもミュージシャンなんで、うん、向こうにもファンがいらっしゃるわけですよ、向こう行ってんの、すげえいい男じゃないですか、向こう行ってんの、そっち大丈夫か、え？そっち大丈夫、そっちもでもそれは心配ちょっとしてたんですよ、あのね脅迫みたいの来るんじゃないかってね、ほらあのね写真出した時のねあの写真は結構可愛く写ってたんだよ、2パターンあったじゃん、あそう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 、あのあえてね、うん、あでもそういうのなくて、でなんかほんと真面目な話、向こうもほらお客さんも一緒に年を取ってるわけですよ、うんうんうん、もう十何年も15年ぐらいやってるから、そう、ね、15年以上やってるから、だからもうファンの女の子だった人たちも大人になってもう結婚して子供もいるんですよ、だから全然ねそういうのはないですね、むしろ良かったねみたいな、結婚でいいよみたいな、そうそう、そんな感じ、そんな感じですよ、聞きなさいよ、あんたたちねバリバリ食べてんじゃないよこっちは結構身削って喋ってるよまあまあ、まあ、痛いまあ、しょうがないかちょっと甘いな、うん、まあ、食べなきゃ美味しい、美味しいいいよ、そこは甘いじゃないですか、ね、じゃあ、あやたろっていうことでね、はい、私もしてるけど、わよ、二人はじゃんね、うん、ね、いいで、え、いいね、うん、いいね、いいね、出会いがあって、いいね、いいね、あの、結婚ができるといいね、そうですね、あの、お二人もね、二人もね、ね、そんなわけで、なんだそっか、大丈夫かな、最近私孤独死するんかなと思って孤独助けてあげて、誰か誰かいっぱいいるかもしれないよ、うん、そうそうそう、助けてあげるよっていう人いるよ、多分、うん、いいよいいよ、うん、いいよいいよ、助けはいらないよまたそういうこと言っちゃうからね、うん、まあでもほら、なんだかんだ言ってもほら、うん、かわいいかわいい、うん、かわいいかわいい、ほら、また吹いてるほらほらほらかわいいよ、うん、もかったのは、うん、やだかわいいよかわいいねだから大丈夫、もうオールオッケーそろそろ、はい、ライブにまた戻ろうかなと思うんですけど、まだ歌う、さっきとね、そんなところはいっぱい喋ったけど歌ってもらう感じで、うん、さっきと逆に行こうかなと思うんで、おうおう、うん、なるほど、2曲くらい歌ってもらおうかなと思います、はい、よろしくお願いします、いってらっしゃい、いってきます、いってらっしゃい、かわいいよ、かわいいね、すんごいふんつけてる、怒られるね、すごい、誰だよこれさとちゃんがバフンバフンだ、私があはあはだったなと思う、全部あそこで食べてる、久しぶりに食べたけどすごい美味しい、こんな甘かったんだ、ね、あられって、うん、ちょっと違うね、 あれか、かきもちみたいなやつまでね、あられ、かきもちって何？ひなあられみたいな、かきもちって言わないの？え、かきもち、かきもちって何？かきもちって言わないの？え、かきもちって知らないの？え、かきもちって知らない、え、かきもちって何？え、かきもちって言うじゃん、かきもちじゃない、かきもちって何？あの、お米のお菓子、うん、そう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 、あられ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 ないんやけど、うん、いや、あられ、あられだけども、うん、あの、なんか、砂糖菓子じゃないで、ね、そうそう、こう、もち、このぐらいで、あ、でも違うか、ふわふわね、米で出てる揚げもち、うん、うん、あんまり、なんかあんまり興味ないみたいだよ、そうだね、うん、じゃあいっか、うん、いよいよ、そんな、え、じゃあ OK？ うん、OK ですか？ OK ということで、モカタンことモカさんライブでーす、はい、じゃあこれから歌う曲は、私のペットのウサギのことについて書いた曲です、コロちゃんの歌聴いてください、僕の名前はコロスケンです、コロちゃんって
読まれています。可愛い名前でお気に入り、もっかちゃんがつけてくれた。お腹空いたら甘えに行こう。ブーブー泣けばイチゴロさ。たくさん欲しくさ食べた後は広いお部屋を走り回ろう。ぴょんぴょん嬉しい楽しいな、一緒に遊ぼうよ。ダンボールの中かくれんぼ、ほら探してみて。くん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 、いい匂い、おやつの時間だ最高。僕は垂れ耳のうさぎです。らしくないって言われるけど、それが僕のチャームポイント。もっかちゃんが教えてくれた。僕の名前を誰か呼んだ。どっちの方から聞こえる。そんな時には猫をやって、お耳を立てればわかるんだ。やればできるじゃん、僕だって。でももう見せないよ。だってこうしたら僕らしくないの知ってるもん。コロちゃんコロちゃん呼ばれてる、おやつの時間だ最高。コロちゃんの歌をお送りしました。では続きましてステージ聴いてください。時には落ち
込んで私には向いてないかも、やめたい、やめようか、そんなことすらよぎったことも、今までしたことは本当に正しかったの、自分に何度も問いかけてみてもわからなくて、信じたい、きっときっと大丈夫、一つ一つは小さくても、いつの日か大きい力になっているもの、そうだよ、諦めない、ずっと続けてればいいかな、奏でたいの、素敵なメロディ、時々立ち止まり、周りを見渡すと焦りや不安が絶えなくなるの、一人じゃどうにも持ち直せなくなった時に、いつもあなたがいたんだ、ありがとう、いつもいつもありがとう、私には強い味方がいる、負けないよ、悔しい苦しい出来事もきっとこの先待ってるけど、そこで乗り越えれば見えるよ、次のステージ、ありがとうございます。はい、かわいいね、モカタン、ニコロタンなのイエーイ、というわけでモカタンライブでした。うさぎ飼ってて、コロちゃんっていう名前なんです。名前は、あ、名前じゃないやコロタ、あの色は、色は白、白の垂れ耳のうさぎ。大きさどのぐらいあるの？これくらい。あ、結構大きいな。伸びたら、伸びたら伸びたら結構うさぎもさ、なんかすっごいちっちゃいのもいるじゃない、うん、だけどなんか大きいとさ、あ、結構大きいのお前みたいな、うん、大きいのすごい、こんな大きいのいるの、豚じゃん でもちょうどいいサイズでね。そうそう、片手で持てる。へえ、何歳くらい？もう、あ、分かんない、人間でいうと何歳か分かんないけど、うん、もう2歳半ぐらい。じゃあもうちっちゃい時から飼ってるの？こう手乗りの時から。そう、うん、じゃあもうちっちゃい、もう子供だね、子供いいね、いいね。ね、あいこちゃんね、あの動物、子供、動物なんだっけ、子供、犬猫、子供、犬猫、子供がね、うん、あの好きじゃなかったってね、うん、あ、そうなの、ね、そう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 、あ、準備しなさいって、あ、準備しなさいって、はいはい、あ、そうそうそう、うん、犬猫、子供がね、全然
全然好きじゃなくて、あのむしろそんななんか嫌いっていうか、あの本当にお父さんに、うん、実の父親にね、うん、あのお前悪魔のような女だなって言われたんだけど、言い放ったことで、いや私犬猫子供本当興味ないんだよねとか言ってたらそうそうそう、そういう感じだったんだけど、最近ね年のせいかね、なんかちっちゃいものが可愛く見えるようになってきたね。へー、変わるんだ、うん、すごい変わった。犬も、犬がね、あのカニヘンダックスっていうミニチュアダックスよりももっとちっちゃいやつ、うん、成犬でもこのぐらいなんだけど、それがね実家に何年か前にね来たんですよ、うん、でそれをきっかけに触れるようになって、うんうんうん、なんだか可愛く思えてきたって思ったら、ちっちゃいのは大丈夫になったんだけど、ここのね家にいるなんかね、なんかちょっと巨体、そうサトちゃんの家にね、ちょっと大きな犬が、大きいのがちょっと凶暴な大きな犬、ね、ちょっとどころじゃないよね、もうすぐ、ね、なんで犬とか猫とかじゃなくて、うん、うさぎがいいなって、そうそうそう、うさぎ飼いやすいから、うそうだよね、意外と、うん、犬とかだと散歩しないといけなかったり、猫もね、やっぱ、うん、あっちこち行っちゃうから、ね、うん、臭くなっちゃうし、ウサギはケージの中に入れ、基本入れとけばいいから、うん、割と楽な、おすすめ、おすすめ、ね、うん、なかね、そっか、飼いたいとかね、うん、動物飼いたい人とかね、いいかもしれない、だから後でアサミにおすすめしよう。そうだね、うん、寂しくて死んじゃうって言ってたから聞いてなかった。あとね、あとで、ね、というわけで、はい、準備の方は大丈夫なはず。大丈夫なはず。うん、ということでライブ行きたいと思います。竹原あさみちゃんライブでーす、はい。よろしくお願いします。ちょっと姫にはもう関係ないと思うけど、失恋の曲をちょっと歌わせていただきます。面影探し聞いてください。笑えないや、目の前にあなたがいる。久しぶりに見た横顔や、見慣れたはずの仕草に胸が痛い。うまく話せないや、あなたと離れてからの日々を。無邪気にあなたが話す日常に、当たり前のように、私はいない。そっか、まI'm not strong enough from that day. I tried to forget my feelings, but my smile is still in my head. I'm looking for you now, but I'm looking for a mistake.話し出すあなたを見て胸が痛い。そっか、まあ
の先も忘れようとした思い出も頭にこびりついた笑顔も今のあなたの中に探してみるけど今と過去をつなぐパズルピースがこぼれ落ちてくあなたはもうどこにもいないうまく話せないやあなたをまだ過去にできないおもかげ探し聞いていただきました。竹村あさみ、次の曲はですね、みんなとね、明日もまた元気にね、お仕事の方もいらっしゃると思うし、もちろんお休みの方もいらっしゃると思うけど、いろいろとね頑張ってる皆さんの背中をちょっとでも押せたらいいなと思いますな。ということで、今ちょっとしんどいなって思う方、まあね姫には関係ないやろうけどね、ちょっとでも早上がりたいなって思ってる方いらっしゃいましたら、ちょっと竹村あさみと一緒に早上がってもらえたら嬉しいなと思います。ではちょっとね、テレビね、こうパソコンで見てる方は、ちょっと心の中で手拍子してもらえたら嬉しいなと思います。ではここにいる方は一緒に、なれたら嬉しいな。ではアンサー聞いてください。うわー、昨日の嫌なことまだ引きずって無理やりに起こした体が重い、カーテンの隙間にこぼれる光、Oh, こんな僕にだって朝は来るんだ。這い上がれというように太陽が僕を照らすから、玄関を踏み台にしてさあ飛び立とう。ここが終着点にならないように、クタクタになっても走るんだ。リタイアなんて言葉は捨てて、僕の世界は自分でしか作れない。泣きそうになっても止まらずに息切らして、見つけるんだ僕の答え。ありがとうございます。明日この世界から
僕が消えても誰の日常も変わらないんだ。僕の存在価値なんて惨めになるほどないのだろう。それでも生きることにすがりついてる。ここは僕が作る未完成の世界。不安定な道の真ん中でたまに投げ出したくなるけれど、人の言葉に左右されてるようじゃ僕は僕を見失うだけさ。振りほどいて見つけるんだ僕の答え。ありがとう。きっと僕は誰かに認められたくて今まで必死に生きてたんだ。そんな殻を今破り捨てる。ここが終着点にならないようにクタクタになっても走るんだ。リタイアなんて言葉は捨てて、僕の世界は自分でしか作れない。泣きそうになっても止まらずに生き切らして見つけるんだ僕の答え。ありがとうございました。もう帽子がグラグラやわ。もうありがとうございました。ねえ、なんでいいじゃん今の曲私好き。なんで可愛いがないの？なんで可愛いとか言ってた。だから可愛いっていうの大前提でしょ。ここに並んでるみんなはさ、ね？ね？うん、大前提でみんな並んでます。可愛いっていうの。だからと特に今日やっぱり千葉さんってもかったん可愛い。そんな。可愛いね。本当に隣からほっぺペロペロしたいぐらいの。やばい。ウサギだよっつって。ハンカチ。ハンカチ。ハンカチ。私たちもちょっと、はい、少し歌おうと思うんで、うん、ちょっと準備をしてきますけれども、はい、まあ、しゃべりなら準備しようかね。そうだね、行こう行こう。ちょっと行ってまいります。はい、ちょっと失礼。終わったままだわ。失礼、失礼。ゆっくり。ワイが震えたままだ。ピクミンさん、ピクミンさん、ごめんね、ありがとう。なんかハンカチがないからすごい不安。なんかハンケチが後ろに。ハンケチさ、ハンケチすぐ洗うの。ハンケチもすぐ洗うし、家帰って即顔洗う。クレンジング2回だろ。あとね、普通に洗顔3回ぐらい。肌荒れちゃうよ。それでもいい。意外と真面目に準備できるんだね。ロックだな。ロック止めない。ごめんね、私が歌うの。あの、前に、前というか横というか。電気つけっぱなしだからお客様を照らしちゃう。すげえ映ってる。入ってない、あ、入った。いやー、というわけでね、いや皆さん、そんな今日私のために集まってくれてありがとう。いやー、もうあのね、プーカも歌わせていただきますからね。ここから先はまあ私たちは主役って感じで、ゲストのお二方もいらっしゃいますけどね、皆さんあのね、ご祝儀代わりにね、叫んでいただきたいと思います。
そしてパソコンの向こう側で見ているあなたもタイムラインにね書き込んでいただきたいと思います。何を言っていただくか、そう皆さんにはお分かりかと思います。分からない方にはじゃあお教えしましょう。さとちゃんがはいと曲中で言います。はいと言われたら皆さんなんて言うか、ちょっとそれ流して、はいと言われたらですね、 Yes I do 言ってくださいね。 Yes I do、 Yes I do。 簡単なボリボリ食べながら聞かない、こっちを見ない、ひなあられをボリボリ食べながら、もうほんとひどいね。歌い終わった二人はねボリボリ食べてね、マイク入っちゃうから、なんだったらそれ。というわけでね、皆さんはいと言われたらイエスアイドお願いします。じゃあ皆さんのことをバカにしているわけじゃございませんがね、ちょっと声出してみますか。いっせーので、いや全然100人に足りないわそれ。だから100人分、ここに100人いるぐらいやんなさいよもう。もう一回ね、いっせーので、 Yes I do。 あ、なかなか声が出てきた。それの400倍ぐらいの声でお願いいたします。はい、お手を拝借。までたっても怒られてばかり言う、あなたが好きだなんてそんなことあるわけないけどさ、今日はちょっと付き合ってもいいよ。あなたがどんな好みだとかそんなことは全然関係はない。お気に入りの服たちがありすぎて悩んでるだけ。そんなに暇じゃないからさ、はい、Yes I do。 こんな感じでお願いします。もう一回合わせてね。 Yes I do。 散らかした服たちはもうクローゼットの中に押し込んで、手待ちたくないわ。はい、そんな調子でみんなよろしく、あと2回時間にルーズな男など通っていい女に持ってないね。何をして何を食べるかも不安になってくるわ。私に何か好きだとか、はい、そんなことを聞かないで、こちらが期待するよりも、もっといいとこに連れてってね。早く早く迎えに来て、こちらは準備ができているのに、私の気が変わらないうち早く迎えに来てよ。早く早く迎えに来てよ。こちらは準備が万端なのに、二人の時間なる、一秒だって待ちたくないわ。あらら、あっ、声が小さい。一秒だって
したくないわけで、すげえ今日疲れたよ。いや全然疲れてない。いやいやいや、というわけで、白い目いてた、白い目向いてたらしいので、皆さんそこは画像をねチェックしてね。あ、そうそう、アーカイブとかあるからね、あとでちょっともう一回見てみて。そうそうそう、それでね、いっぱい見て、プーカの回だけ異常にアーカイブのね再生数が多い。こうなるとですね、もしかしたら3月で終わんないかもしれないよ。プーカの MC の回ね、年間になるかもしれないからね、うん、その辺も皆さんね、あの協力するようにお願いいたします。これ弾かないかな。何やる、弾かない、弾かないっつったらあれかな、うん、okay、静かなやつやろうかじゃん。いや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 、タイムラインにもみんな書き込んでくれたのかな。しょっけー、これだね、きっとね。そうね、じゃあもう一曲だけ、はい、聞いてもらってクールダウンして終わりたいと思います。私が特にね。そうね。では愛の歌、ヘッドホンから流れてくるのは一番好きなあの曲、それなのに青空見上げてベイルブルーの声してる、真夜中に鳴るコール、受話器越しに僕が歌う
心に絡まり続く五線譜の行き先に光を必ず見せるよ。ありがとうございます。なんか疲れたなすごいほら曲のギャップがすごいそう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 、ね、歌いいのにさ、うん、なんかもう何泣きそう泣きそう泣きちゃいそう。一曲目ねひどい、うん、ひどいひどいどうしたってあらららら、どうしましょう。どっちも私なのどっちも私びっくりびっくりというわけでね、はい、すごい疲れた、はい、あね、ちょっとね大丈夫、中間の曲もあるから中間もある今日ねそう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 、今日二曲だったからね、うん、ね、よかったよかった。こんなひどい目にはあんまりね、ほら約束だよ、ね、まあ、それではね、はい、改めて、はい、今後の活動とか、ね、ライブ告知とかあったらお聞きしたいなと思うんですけど、うん、ね、じゃあサミからサミ近々ですね、じゃんじゃん、顔の横がいい、顔の横はこっちで、はいはい、顔なんか映ってきた映ってきた、誰だろやばいやばい。2月27日赤坂グラフィティでバンドでライブをします。うん、あの出番は最後なのでよかったらぜひ来ていただいて、自然とアンコールが起きるようにしてくださいそしてその翌日は武蔵神社アイモール商店街っていうところでフリーライブです。12時半からやってます。竹村は6組のアーティストの一番最後に歌わせてもらいます。そしてこれを見ている名古屋の方は3月5日名古屋マイ…え?マイツ?あ、鶴舞か、鶴舞カフィ&バーパーチっていうところでやります。パーチですよね、はい、よかったらぜひぜひ遊びに来てください。よかったはい、
私の告知はこちらです。3月13日同じく赤坂グラフィティね、にゃん、うん、そうなの、夜で出演します。あと3月20日に、私の企画ライブ第4弾があります、これは四谷どっぽというところで行います。しかもバンド編成でやりますので、ぜひ来てもらえたらな、嬉しいなと思います。よろしくお願いします。 あとね、そうそうそう、重要だね、重要重要、これは大事。あ、ちゃんと映ってる4月3日のお昼、チャイナスクエアさんでまたお世話になります。ぜひぜひお越しください。よろしくお願いします。でも2人はなんかこういう情報とかはホームページとかある、あったあったあった、これ顔の横にこう、こうですか、うん、いやいや小顔。アメブロはあさみといっちょっていうやつでやってます。あさみといっちょ、ほんで他はフェイスブックもツイッターも、あ、もう全部あの武士の部に村で竹村で麻婆豆腐の間にみのるのみで検索していただけたら全部出てきますので、これね、よろしくお願いします。はーい、皆さんつながってください。ぜひぜひつながってください。はい、私はこちらです。隠れてるよ、隠れてる、まあ、ブログはね、のんびりもか日記って検索してもらえたらぽいぽい、ぽいぽい一発で出るので、かわいいね。まあ、ここからツイッターとかフェイスブックもつながれるかなと思います、うん、よろしくお願いします。はい、じゃあ私たち通貨のやつとね、そうですね、一緒にちょっと、どこかな、一分間だったんでね、よし、行きます。プーカライブはこちら、じゃじゃーん、3月5日の土曜日、武蔵新城カフェハットというところで、中さんというシンガーソングライターと一緒に、中さんプーカの歌謡ショーというやつでね、歌謡曲結構いっぱいやります。ツイキャスの配信もあるので皆さん遊びに来てください。そして3月12日は大阪に行きまして、京橋セブンデイズ、そして3月13日日曜日は高田馬場ジェットロボットというところでね、イベントに参加します。それで、あの、いろいろ細かいライブはいろいろあるんですけれども、ブーカーなんとニューシーで出しまーす。それがですね、じゃじゃん、5月1日、これね、1日の日と日曜日をちょっと兼用しちゃったんだけど間違えてね、これ間違えて、ちょっと流行る気持ちを抑えられなかった。5月1日の日曜日で、玉川にあるキワというところでね、ちょっと大きめのところでやります。書き直さなかったんだ、そう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 、もう書き直しとかいいから。そしてこちら、レコーズツーマンライブやります。ヒュー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 ヒ、そのお相手は、じゃじゃーん、三田村千春ちゃんでーす。また書き直さないで、ね、お相手って書こうとしてね。で、間違っちゃったんですけどね、キャーって言ってますけどね。はい、ライブの告知はそんな感じで、ツーマンライブのチケットはもうすでに発売しておりますので、うん、販売しておりますので、ぜひ後でお声をおかけください、会場の皆様遠くに。はい、というわけで、私たちもユーストリームの番組をやっておりまして、毎週木曜の10時からぷよかのぷかぷか上の空という、タイトルの番組をやっております。この番組以上にゆるーく、ゆるーく、あと歌わないというコンセプトでやってる。深夜ね、遅いからね、こうね、うん、そうそう、歌わないって、近所迷惑考えてね、歌わないっていう、1時間ぐらい喋ってます。そしていろいろあるんだけど、あ、プーカのファンクラブあります。お金はしっかりいただきますが、特典はいっぱいあるよっていうことでね、一応のお知らせでございます。このライブが癖になっちゃった方はぜひご一報ください。そして CD は4種類、ポップライドというフルアルバム12曲入りのと、プロローグ、プレイヤー、プリズム3曲入りピーっていうのになってますけどね、4種類ございます。あとはもうないね。で、あとはさとちゃんのお知らせがございます。ラジオをやってますっていうのも言い忘れてると思いますけれどもね。ラジオをやってる、うん、ラジオやってる。あ、じゃあさとちゃんそれもやって。ラジオはですね、はい、プーカのビッグフィッシュファクトリーというラジオを毎月第2週担当でやっております、うんうん、それももう喋ってるだけです。喋、うん、って音楽流して東北の方で、ね、流れてるんですが、うん、
まあ東京とか全国各地であのカジマルラジオとかそういうので聴けるようになってるのでリスラジとかね、はい、うん、聞いてみてください。あとは私何も書いてなかったんですけれども、私ソロのライブをたくさんやってます、うん、で、一番ねあの本当にすんごいたくさんやってるので、うん、ラジオのだけ言うと、うん、まずは2月20日に、ソロのワンマンライブやります。イエーイ、もう今週だ。ひまわり広場で手をつなごうという、うん、あの明治神宮前にあるところでやりますけれども、うん、チケットあと残り、ほんのちょっとありますので、よければなんかいいなと思った方は見に来てもらえたらなと。騒ぎは起こらないと思いますね。そんな感じのライブになります。違う魅力のあるライブ、違う魅力のあるやつ、違う魅力があるやつ。そしてですね、あと2月まだまだいっぱいあるんですが、3月の6日に、新高円寺のスタックスフレットというところで企画ツーマンライブをやります。ワンワンライブっていうあの、うん、1対1みたいな感じでやるライブを、やってきたんですけど、それのボリューム4ですね。ちょっと詳細まだ、未定なのでおいおいこうアップしていきたいなと思うんですけど、あとはもうちょっといいですかね、はい、3月の27日に新生堂の阿佐ヶ谷店で、私土田さとこと、あと牧野久美ちゃんという方とですね、ミニライブ&サイン会サインします。サイン会というのがあって、ライブが、13時から、歌うことになっていて、新生堂阿佐ヶ谷店の方でいろいろ展開してくれてるということなので、ぜひチケットを取った方は見て行って、あ、どこだっつってね、 CD を買って売れてるなみたいな印象を与えてもらえればなと思いますので、大事大事、はい、よろしくこちらをお願いいたしますそして4月1日にですね、ティアラ報道のショーホール、ホールライブが決まってます。これもですね、ひまわり広場で手をつなごうっていうところが、セカンドイヤーアニバーサリーということで、そちらのファイナルイベントになってます。そこに出させてもらうので、ぜひそちらもチケット販売してるので遊びに来てください。はい、はい、あ、詳しくはね、はい、あの私たちのブログやツイッターやフェイスブックやってますので、ぜひチェックしてみてください、はい、私土田さとこで検索しても出てこないみたいなんですよ。どっから行っても出てこないみたいなんで、ほんとなんとなくどうにかして、そうだねあのすごい古いやつが出てくるんですけど、新しいアメブロをですね、あ、そうだそうだ、トコモノブログって書かないとダメね。トコモノっていうですね、小物を作ったり、うん、今はなんかちょっとぬいぐるみを作ったり、うん、そんなこともやっておりまして、うん、そっちのブログも書いてますので、すごいね、そっちのブログを中心に書いてるので見てみてもらいたいなと思います。はい、はい、それでですねこの後はプレゼント抽選会になるんですけど、ハッシュタグをつけてつぶやいてくれましたか、うん、いっぱいね、つぶやき忘れの方はいませんか。はい、つぶやいてないよね。つぶやいてない、私も、はい、つぶやいてない今そうやってめんどくさいみたいに言わないでください。締め切りっていうのがあるんでしたっけね、これね、大丈夫ですか、もうそろそろ。もう締め切りですか、早い、もう私たちが喋ってないじゃない、もうね、もう締め切ったかっていうことでね、抽選会行きたいと思います。はい、ここね、抽選ボックスにハッシュタグやってこうつぶやいてくれた方の名前が入っております。これを今回は誰って書いてないな。ゲストでいいんや、ゲスト、ゲストの初登場だから。初登場だから。あ、どちらかお一人で、じゃあ引きたい人。はーい。いいのいいの。若い子がやってきそうね。そうそうそう。その方がね、嬉しい。混ぜて、まあ、大丈夫かな、それ壊れないかちょっと壊れた壊れた壊した。今ね、違うの、今ね、こう綺麗でこされてたからさ、うん、混ぜた方がいいかなと思って、ごめんなさい、はい、中で混ぜ混ぜして、中で混ぜ混ぜする、うん、1枚引いてくださーい。なんか中で破壊しちゃったさあ、頑張れ、いくよ、はい、いくよ、ポッ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 、はい、読んで読んで、口向けて、
寿司パンさん、おめでとうございます。寿司パンさん、あ、よく当たる。前もなんかでもこの方当たってた気がする。ということでですね、今回のプレゼントは、あ、待って、パン入ってる、すごいパン入ってますよ。じゃあ寿司パンさんだけ抜いとけばいいんじゃない？そうかそうか、平等だからね。はい、もう一回言いますと、今回のプレゼントは、はい、バルヘジャーステッカー、うん、トゥルーカラーズアルバムボリューム2のオリジナルステッカーと、はい、2016年カレンダー、うん、小川恵里さんのバンド、ソウムニカのオリジナル缶バッジ、うん、今井里穂さんのオリジナル写真、うん、矢崎愛理さん、エリチンの2月6日のチャイナスクエアライブ限定カード、うん、そして矢崎愛理さんのオリジナル DI ステッカー、歌焼き園さん提供インチキマンショーお笑い CD、 そしてさっきみんなが書いてくれたスケッチブックと、うん、みんなで撮った集合写真、うん、サインしてお送りしますので、はい、レモンたくさんなんですよ。ね、すごいね。それをね、お一人にしか当たらないというね、うん、この感じ、うん、ね、あ、なんかね、これまあ応募っていうかどうやって送るのかよく当たってる方だから大丈夫です。大丈夫でしょうね。あとはやってください。はい、届きますので、はい、はい、楽しみに待っていてください。それではね、箱の中にハッシュタグ書いて応募してくれた方の視聴者さん、うん、これいろいろ紙が入ってるので、これ聞きながら見てくれた方のね、名前を読み上げていくね。はい、誰誰出して、これは、あ、出して配っちゃう。これはこれは見てくれてつぶやいてない人、これはつぶやいててハッシュタグつけてない人だ。あ、いらないってひどいわ。じゃあ、はいはいはい、じゃあこれをこう引きながら、はい、クラブパルヘジアさん、はい、スマイルミッキー、どんどんドリームさん、タゼニーさん、おしりーさん、いいね、おしり、埼玉のマッサン、スネポン、あれ竹村あさみ入ってるよ。チームオレンジさん、はい、土田さとこ、はい、ヒロさん、モカー、マイルガー、タズちゃん、見えてるのかな、この方がしこの方が屋根裏のミッキーさん、セアとベータかな、ビッタ、ベータかな、ベータかな、シギピョンさん、マラコンさん、川木太子さん、はい、ほら、シカ太郎さん、はい、飯村健二さんかな、飯村健侍、健二さん、健二さんだね、健二さん、あと博士太郎さん、はい、皆さんありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとね、もうエンディングなんですよ。早い早い、もっともかたんと喋りたい、ね、まあ、私はもう疲れたから、もうお腹いっぱい、もうお腹いっぱいじゃん。ねえ、お腹いっぱいかもしれないですけど、はい、ね、クラブパラジオは毎週火曜日夜8時から、はい、西武新宿線伊予木駅南口徒歩すぐの中華料理屋さん、チャイナスクエアにて配信しております。観覧無料、ワンドリンク500円です。火曜の夜はみんなで楽しい夜を過ごしましょう。何が起こってるの？大丈夫？これなんかやろうと思ったんだけど、ね、うん、あとはね、私進めちゃいますと、はい、どうぞ。パソコンでご覧の方はこちら、こちらのこちらの、こちらかな、ここら辺の、あ、じゃいろんな事故が起こります。こちらのいいねボタンやツイートを押してください。いいね、どこにいいねボタンがあるの。画面上にある、画面上にあるんだね、うん、で、あとね、右上斜め上左斜め下を指してチャンネル登録もお願いします。ちゃんと見えてるこれ。聞きますか。で、というわけで、それでは最後に
番組を見てくれた皆さんに一言ずつなんかメッセージをもらえたらなと思います。じゃあ、あさみん。はい、私ね、さっきからこれで口を押さえて咳してたんやけど、うん、これで吹いたからさ、関節傷つきたって。やーだー、ありがとう。今日はなんか私にとってすごい不幸なことがいっぱい。いや、今日はすごい楽しい一日でした。ありがとうございました。今日は楽しくお話もできて、歌も歌えて、ひなあられも食べれて、すごい楽しかったです。また呼んでください。ありがとうございます。やぶ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 。だいこちゃんからもほらお礼の一言、はい、そうですね、皆さん、本当に私事でのでね、なんかいっぱいツイッターでもつぶやいてくださり、この場でもなんかお二人を巻き込む形になってしまいましたが、皆さん本当にありがとうございます。これあれだよね、うん、ツイート入った分後から請求来る。そういうシステム。そうしましたよね。え、なに、つぶやいた方からご祝儀が来る。いや、請求が来る。請求。あ、請求。桜寮みたいな。あー、そこまで考えてませんでしたけれども、そこはちょっとじゃあ、まあ、おいおいそこと、そこと話しましょう。まあまあ、でも皆さんからいただいた、その、なんか、おめでとうという気持ちをですね、お返しできるように、いい音楽をこれからもやり続けていきたいなと思っておりますので、皆様、これからもよろしくお願いします。なるみさん、はい、第4週タイトはなるみさんで、ゲストのこと決まりました。まだ決定してないので、まあそちらの方は、ね、いろいろ皆さん、ね、こう情報を見てもらえればなと思います、ね、情報でも言葉だね、パルフェジアのね、で、そちらの方を、ね、チェックしてもらえればなと思います。はい、最後でですね、みんなで B ポーズっていうのをして終わることになっております。メカの P じゃないよ。メカの P でもいいけど、メカのヘッジアの P ね。やって、皆さんで終わりたいと思います。はい。あとね、右手が棒にして、右手が棒にして、はい。左手輪っか。お、P、これで P。向こうから見ると P ですね。うん。それ、私あんまり上手にできてないね。あ、こうか。あ、皆さんできてるね。できてる、できてる。あ、みんなできてる。で、私がですね、今週もありがとうございました、うん、来週もというので、うん、その後に続けてカメラに向かって、あ、クラブパルヘジア、カメラ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 、あれやってあれやってカメラに向かってクラブパルヘジアって言いながら、はい、チーン、チーン、終わりかな、終わりかな、パルヘジア、もう終わりかな、ここが、じゃあこれを前に出して終わるっていう感じでね、はい、はい、行きたいと思います。はい、それでは行きますよ、こっちのカメラですよ、行きます。今週もありがとうございました。来週もクラブパルヘジア。